どうもね、プラスですと、実況プレイ始めていきますと、前回は、マグマナの基地を潰しに行ったんですよね。で、今、グラノを目覚めさせて、こんな天気になってるんですよ。で、音も変なんですよね。目覚めさせたから。で、このままじゃ水が干上がってしまうとかいう、なんかそういう状況になってるらしいんですよね。で、まあ人間にも害があると。で、今回はその、なんていうんですかね。まあ、ルネシティに向かうっていうね。ルネシティのその目覚めの祠に向かって、グラードンちゃんを止めに行くと。で、そこに行くには、この海底を通らなければならないんですけど、ちょっと、まあ、図面がグラグラしてるんですけど、まあ、とにかく、グラードン、まあ、で、そこら辺のスキューバダイバーの人たちはみんな俺がぶっ通してないので、あんまり気にしないでください。でも、ルネシティはここなんですよ。早いですよね。もうね、場所が分かっていればね、たわいもないですね。ここさっと行ける。んで、目覚めの、グラードンを倒しに行くの。倒しに行くっていうか、多分、私の記憶によると、目覚めの祠はこの左側のところでした。ところだったような気がするんですね。か控えすぎて、何が何だか、ちょっと、下げていきますか。控えすぎて、先が分からない。おっと来た。ダイオさん。なんだ君誰？君は誰？私は誰？あ、そうか、ジムリーダーか。まあ、後でぶっ飛ばすやつですね。ミクリさんですね。光りすぎて何が何だかっていうね。で、わざわざ目覚めの祠穴の前まで多分連れてくれると思うんですよね。ですね。で、マグマナルとアクアダムいるというね、勢ぞろい。マグマスーツ、まあ暑いですからね、まあ、グラダントの近くやったら。グラードをゲットするの難しそうですよ、3体では。まあ、任されようっていうね。全く待とうぜへんの。いつもこうやって後悔するんですよね。さあ、入っていきますよ。もう誰だ？お、ライバルだ。もう分かってくれてる。応援してくれよ。よし、もう邪魔。みんなに見送られながら、私は、ここに行く。目覚めの祠。
ったいっぱい出ますね。自転車で行った方が早いかな。ここは多分謎解き要素みたいなのはないと思うんですよ。さっきみたいに前回みたいに、その、もうない。戦うじゃないけど、その、怪力とか使って、枠だったり使って、行くところは多分ないと思うんで、今回はちょちょっと行きますよね。激しくなってきた地震が。で、煙も出てきた。霧かな。私の記憶によるところ、どっかにその滝登りがあったんですよね。逃げ足でどんどん逃げていきますよ。さすがネズキリュウさん、妹、ネズキリュウ妹、いきますよ。お、やべえな。あら、あら、滝登りは、もういいか。今回はもうそんな行きましょうか。じゃあこの服は、まあいいけど、まあ、もう前回行かせなくなっちゃうんだ。すげえな。おおおお、すげえ、これやべえ、かっこいい。マジか、気づかないのか。グラドル、どこ行くの？はい。やべえな。降りたんかい。これ脱いでいいの？とりあえずここで一旦レポートかけます。で、まあ、後編に分けたいと思いますと。じゃあね。はい、それじゃあ後編始めていきますと。いきますよ。来ましたね。グラードンですね。下画面がもうノイズでいっぱいですよ。で、今回は、なんかまあ静かなんですけど、ゲットするのに限り、関しては、他のポケモンを、まあ、攻撃はしてはいけないということで、まあ、ゲットするときには、この出すっていう感じで、いきますよ。で、攻撃は、もう、はい。3体しかできない。でも、モンスターボール使うときは、他のポケモンを戦闘に出しても良いと。まあ、どっちしろ一発で倒されますからね。半端ねえ。
原子グラブンですね、これは。さあ、ゲットしていきましょう。まあ、どっちにしろ視点の線では使えないっていうか、うん、できないから、まあ、それは残念なとこなんですけど、もうこの怪獣対、もう小ネズミみたいな。で、この終わりの大地っていうのは水タイプの、水の技が使えないっていうやつですね。当たらない、やばい。おー、びっくりした。いきなり眠るかよ。二人の前橋で、半分に減らしまと。おーっとー、これはきついな。オッケー、残った。オッケー、オッケー、オッケー。ナイス。なかなかいいね、ネズキ。おっちょ、当たらない。で、このネズ、断崖の剣っていうのは、この原子グラドンが覚えている。唯一覚えている技だね、みたいですね。昔は覚えてなかったですよね。一応半分まで減らしたんで、モンスターボートを使いたいんですけど、どうせ、あれしてくれるんですよね。なんだ？まあ、強い技を使ってくるんで、これ、フルーツとか、必殺前は一発撃っときましょう。もしかしたら死んじゃうかも。大丈夫か？大丈夫みたいですね。噴煙ですか。痛い。地面タイプなんで、電磁波は効かないんで、モンスターボール投げましょうか。いきまーす。マジかー。今いけると思ったのに。せっかくっていうか、この録画の風景を読んでゲットできるかなって思ったのに、無理か。とりあえず、一つ前まで、2、3回打っとけば、いい感じに取りましょう。3回ぐらい打てば、いい感じになると思います。ほら。一発ね。もう一発ぐらい打って、で、モンスターボール投げましょう。もう一回前で、もう一回落ちて、ね、ちょっとくれん。もう来たか。オッケー、ひるみ。みんな投げますよ、モンスターボール。さあ、グラドンさん、電子グラドンさん、空気読め。何か。ガンガン強火。やばいな。まあ、とりあえずこの段階なんで、回復っていうか、モンスターボール投げるために、まあ、他のポケモンを出します。まあ、でも攻撃は しないんで、まあ、使ってないということで、いいでしょう。この時だけね。やはり大きいですね。今一発ですね。ごめんな。やめろ。モンスターボール。さあ、頑張れモンスターボール。厳しいかー、やっぱり。はい、汚い。アホですね。もう一回来い。きついね。これはきついな。眠るかい。ですよね。まあ、眠ったところで攻撃してみたらどうでしょう。もしかしたらゲットできるかも。ポケモン変えてたりしてたら多分もうすぐ落ちちゃうんで。やっぱ元気がありますね。
寝てても。まあどんどんモンスターボール投げましょう。150個ぐらいあるんで。よっしゃー、来たー。やっぱりね、俺のモンスターボールは最強ですよ。あ、レベル上がった。まあいいでしょう。どうしよう、使わないから。いりません。モンスターボールゲッチ。来ましたね。第一の巨人としてあるポケモンは自然のエネルギーを求めてカヨガと争いを繰り返した伝説がある。よっしゃー、いいね。空気読んでますね。録画時間の空気を読んでる。ちなみにこれ一発撮りなんで。何が起こる？おお、綺麗。やっと縛りプレイもここまで来ましたよ。おだまき。なんかエンディングみたい。まだ終わってませんよ。まあ世界が救われたということですね、これは。ね、終わったよ。モンスターボールで捕まえましたよ。捕まえましたよ。まあ、天候が元に戻ったということですね、これで。そうですね。なんか改心するみたいですね。なるほどね。紅色の玉をドラゴンを持たせることによってメガ進化じゃない、その原始回帰っていう技が使えるみたいですね。今の話によるとね。無限の笛、何ですかね。
いい話や。いや、お前も頑張ってよ。で、次回はあれですね、このルネスティの、8個目のバッジをゲットしに行くと。まあ今日はこんなとこですかね。ここまでご視聴してくださった皆様方ありがとうございます。それじゃあまたね。